それでは記事を熊田解説委員に紹介していただきます。熊田解説委員、お疲れ様です。熊田です。それでは記事を紹介するので聞いてくださいね。本日のニュース話題1、玉城デニー知事が辺野古敗訴も大規模集会で裁判で結論出た。一つの結論かもしれない。決して諦めない。これが知事とかやばすぎるとネットで話題に、20代職員が勤務中に仮想上でスマホ使ってやらかして懲戒処分。どういう感性してんのと話題をお伝えします。それでは記事を引用してご紹介いたします。まず視聴者に訴えたいのは、玉城デニー知事が辺野古法廷闘争で敗訴も大規模集会の発言がもうあれなのであります。以下引用。沖縄県の玉城デニー知事は10日、宜野湾市内で開かれた大規模集会に参加した。玉城知事は県の敗訴が確定した米軍普天間飛行場同市の名護市辺野古への移設工事をめぐる国との法廷闘争に触れ、裁判で結論が出た。確かにそれは一つの結論かもしれないと述べながらも、我々が抗う手段を取り上げられたわけではないと改めて国との対決姿勢をあらわにした。中略。キョサーントゥーンの小池晃書記局長ら国会議員も出席した。玉城知事は集会で、我々は決して諦めないということを強く訴えていこうと強調し、勝つことは諦めないこと、決して屈することなく、心を前向きにみんなで手を携えていこうと呼びかけた。参加者らは会場で普天間飛行場の閉鎖返還や米空軍輸送機オスプレイの飛行停止などを求めるプラカードを掲げた。引用終了。全文はソースへ。自分で訴えて負けたのにこんなこと言うてるの恥ずかしいよな。法治国家をなんだと思ってるんだ。この話題への X 民の反応がこちら。以下引用。もう意味不明。どうして法治国家の地方自治体の出張が司法の判断に従わないんだろう。しかも国防に関する問題で、最高裁で判決が出たなら従うべき。これが許されるなら負けた人みんなこうするよ。やるなら自分のポケットマネーでやってください。最高裁の判決に背く知事なんて存在していいとも思えんが、罷免できんものかね。法的手続きと民意の双方を軽んじ、自己の思想利益を強いる人間は政治家にしてはならない。なぜなら誰も法や民意を遵守しなくなり、法外的な思想と暴力はセットのようなものであり、暴力の自制を旨とする民主主義において有害極まるからである。裁判の判決を受け入れないのならば、もう法治国家じゃなくなるよね。無法者玉城デニー。法に従わない人間が県知事とかありえない。引用終了。司法の判断を尊重しないと公言する知事ってかなりやばいとわいは思いますね。ネット民の反応がこちら。賛否の声。以下引用。知事、自治体のトップを決めるのに選挙っておかしくないですか。国の指名制に戻すべきでしょう。沖縄から真っ先に実行すべきです。司法の判断に従わないってことは司法によらない手段を取るってこと。不法な行動で支持されると思ってるなら大間違いだよ。つまり手段は選ばないと。司法による裁定が下りたんだから従いなさいよ。司法による絶対的な判断が下されたんだよ。従えよデニー。リコールが妥当。この知事がやってることは日本のためにはならないことばかり。諦めなくても本土派やりたい放題。諦めたらぐい線切られ飲み込まれる。戦い続けるは生き続けること。玉城さんも意味わかんないけど、キョサーントゥーンの小池さんとか出席した人もこの裁判結果の否定に同意していると考えて良いわけですよね。カオスですよ、カオス。法治国家をないがしろにする発言。沖縄県民はこの人が代表でいいの？司法に対する挑戦ですか？法治国家なのに？むちゃくちゃやろ。法治国家でこのようなことが許されるのでしょうか。最高裁の判決に不服で従えないのなら、知事職を辞して個人としての活動をすべきではないでしょうか。他の抗う手段って何でしょう？負けたのにねえ。放置の拉致外に行きますとすぐにご辞職ください。日本国の安全保障上県知事を辞職するべき。国も法廷闘争で勝訴したのであれば、活動家に対して強硬手段を取っても良いと思う。威力を用いて他人の業務を妨害しているので、活動家一人一人を威力業務妨害罪で裁判を起こせばよい。団体に対して裁判を起こすのではなく個人が2を起こす。法に従わないのを美談にすんな。自分たちが勝てば民意が示された。自分たちが負ければこれが民意とは言えない。と言い張る左巻きあるアルダブスタ。裁判の結果を無視？法治国家って習っていないのかな？司法の判断を尊重しない。しかも行政の長発想がどこぞの民族と同じですね。敗訴しても変えないってのは単なるわがままでしょう。正直移設反対しながら助成金か交付金をもらってる時点でおかしな話で、反対するならいただかないように筋を通しておかないといけないと思う。スパイ防止法早く。引用終了。辺野古移設巡る法廷闘争で敗訴も玉城デニー知事は一つの結論、我々は決して諦めないなど意味不明なことを言うてます。裁判で負けようが何しようが心が負けてないから抵抗しますということでしょうか。最高裁判決を無視とか、もうあれかよ。法治国家である日本で司法判断を無視するような発言など、もう自治体の長の言葉ではなく県内でやりたい放題の荒れってる活動家と一緒と言われても文句は言えないと思いますね。補足ですが、沖縄県の玉城デニー知事は2024年8月6日に自民栄子沖縄北方担当省と内閣府で面会し、2025年度予算の概算要求で沖縄振興予算を3000億円台とするよう要請している。税制改正や新たな公共交通システムへの支援も求めている。振興予算の3000億円台の確保は2012から21年度の期間であり、安倍晋三元首相と中居正和元知事が13年に交わした約束に基づくもので、中居氏による辺野古沿岸部の埋め立て承認に先立ち安倍元総理が打ち出したものである。以上補足でした。その後、辺野古移設をめぐっては反対姿勢の玉城デニー県政と政府の法廷闘争が相次ぎ、対立が深刻になっていった。玉城デニー知事はことごとく裁判に敗訴して今に至っている。現状の県政を鑑みれば減額で良いと考えますし、またこの約束も21年度までなので今後も減額で良いと思いますね。ところで、20代職員が勤務中に火葬場でスマホ使ってやらかして懲戒処分、どういう感性してんのと話題という話題を紹介します。以下引用。滋賀県湖南市環境政策課の20代男性職員が昨年度に勤務中、四条園火葬場で火葬炉内の遺体を撮影し、写真を知人2人と共有していたことが10日、分かった。市は5月31日付で男性職員を懲戒処分にして同日に報道発表したが、被害者側の意向などとして詳細な事実は公表していなかった。複数の市関係者や京都新聞社が情報公開請求した文書によると、今年1月男性職員は業務のために四条園岩根を訪れた。施設内部にある火葬炉の確認窓から市民の遺体を使用のスマートフォンで撮影し、写真を個人の名字とともに知人2人にグループ LINE で共有したという。中略。市は同31日男性職員を秘密漏洩に準じる行為として減給10分の1、6ヶ月の懲戒処分にした。中略。同問題をめぐっては生田市長と橋本幸三副市長が昨年からの度重なる不祥事の責任を取るとして減給10分の1、1ヶ月としていた。引用終了。全文はソースへ。ネット民の反応がこちら、賛否の声。以下引用。なんと無礼なという思いもある一方、遺体が神聖で尊ぶべきものであるということがただの宗教観でしかなかったことの表れなのかもしれない。異常事態ですね。てか画像共有すんなよ。何なんだろうかこの感覚は。個人を冒涜してるやん。これは許されん。さすがに引くわ。まあ気持ちはわかるけど普通やらないよね。誤報でしたと言ってくれ。そんな写真を撮ってそれを見るって、他非というものが日常から消えたからその痛みがわからないんだろうね。今の若い子、犯罪へのハードルが異様に低いのね。これダメなんか。撮ったらあかんのに。火葬場で罰当たり。なぜ懲戒免職にならないのか。火葬炉内で荼毘に付されるご遺体を撮影し LINE でばらまくのも公務なのか。公務中に言った事柄ゆえ、その行為者の氏名を公表する必要があるだろう。そういう場所では、職員もスマホ撮影禁止とか言われてないの？普通科相場って撮影禁止って書いてるよね。自分の身内がこれされたらきつい。これで、給料1割減るだけの処分ってなめとるやろ。環境政策課の職員が、勤務中の火葬場の写真を撮影これ。何がどうなって、そうなったのか意味不明。引用終了。マジで、すごい感覚だよな。なんで、そういうことをするのか理解不能ですな。視聴者の皆様は、この話題についてどう思いましたでしょうか？様々なご意見をコメント欄にお願いいたします。また、有権者の皆様、あらゆる選挙において、与野党問わず、日本の国益、日本国民のために働いてくれる議員、政党を選んでいただきますよう、お願い申し上げます。それでは、最後までご覧いただき、ありがとうございました。